京楽劇場はかつて存在した日本の演芸場である。時期によっては映画館でもあった。京都市中京区新京極通り三条下がる東、いる松ヶ江城に千土地工業が経営した。元来は映画館。京都新京極の六角通に面した劇場。1 0 0日土地建物が1939年4月6日小築系の 京楽映画劇場として開館した。ニュース映画や文化映画などの興行を主体にしながら、アイドホールを用いた記事テレビジョン公演なども行った。戦後、放課の二番館となっていたが、1958年5月1日演芸場に改装。寄せの京楽劇場と銘打ち、会場前には前夜祭りが催された。同時期、新京国には復帰があり、 京都随一の寄せとして制御していたが、京楽劇場の登場により競合する事態となった。復帰は、情報芸能から芸人を調達していたが、当時売れっ子が多かった千と地工業所属の芸人は、すべて、京楽劇場に出演した。この結果番組面で劣った復帰は、競争に負け、演芸工業を諦めて、ストリップ劇場に転校してしまった。しかし、 同年12月1日に千日劇場が開場した翌年の1959年1月28日で演芸工業を打ち切り翌2月から映画館に再度転校した。千土地が演芸を千日劇場へ集約したことによるものだが成り物入りで開業した割には演芸場として営業した期間は短期間であった。その前月半ばには復帰も演芸から撤退しているため 以降、京都市内における演芸場は1962年6月の吉本工業による京都花月劇場での演芸工業復活まで待たなければならない。京楽劇場は、放画の二番館や東映風切り館、洋画風切り館、名画座として工業を続けたが、1967年1月27日をもって閉鎖。キャバレー。 アルバイトサロン花束に転換された。しかし、1969年10月27日から、翌1970年10月7日までの約1年間は、東映風切り館であった京都劇場が、改築工事のため一時閉館したことに伴い、その代替劇場として復活していた。その後、再度キャバレー、ミニミニサロンマンゴーになったが1980年代。 半ばに廃業して、建物は取り壊され、第三者の手に渡り、駐車場となった後、京都六角ビルが竣工。現在は、ホテルビスタプレミオ京都となっている。ありがとうございます。